あ、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画で行こうですセブンエン記念経理最終日、えー、12S 決勝戦の予想をお送りしたいと思います、えー、1 2ス決勝戦、えー、ご覧のメンバー、えー、SKS 班は、えー、平原康太、えー、地元埼玉で唯一乗ってきましたね百十三期の小林も、えー、決勝戦乗ってきました 事実上のこれ先行一者ですね。ということで先行一者は黙って変えということで平原ではなく小林を本命に持っていきました。で平原は絡まれると思いまして平原をあえて外して本命に持っていきました。三も 小林を軸に、えー、水谷以外の全員、これは平原も入ります。の、えー、ですので、7点と6点の42点、あ、そうか、それは3連単の場合か。なので、えー、実際は42点もいかないんですけど、 えー、そちらを半分から21点かなを狙っていきたいと思います。ではあの詳しく見ていきましょう。ご覧の9人のえっ、ー、とこちらですね。ご覧の9人のメンバーえっ、ー、とこちら三分線と一応書いてますが。 2分線プラス1と見ていいと思います。それもですね、えー、と和田健太郎のバック回数は1です。ので、まあ、平あとバック回数3の平原は、まあ、えー、小林マークなので、事実上小林の先攻1社ということになりますね。で、えーと、バック回数が4回しかありません。えー、決まり手小林を決まてみる通り、先攻よりマクリーの方が多いです。 まあここ2場所、や彦で経営の決勝いきなり乗ってきましたが、その時も初日のみバックを取ってます。で今回も準決勝のみですね、その準決勝、えー、前場所のや彦も1着取ってますし、今回も1着ということで、かなり恐ろしい新人だっていうことがわかりますよね。いきなりここで、えー、2場所決勝に乗って、かつ準決勝1着。 しかも、全場所の弥彦は静岡の渡辺をにまくらせないで、先まくりを決めての一着ですからね、なかなか内容がいいと思います。ということなので、だ逃げてももちろんいいですし、 まくりもある他が逃げてもまく,まくりに行っちゃうっていう操作あると思うんです。えっ、ー、とそこでですね、和田健太郎は、まあ、水谷義和、これ多分4日制の記念は初決勝だと思うんですね、すごいですよね、なかなか A 級とかも走ってた選手なんですけど。 いやここで来て本当に48歳ですよ、えー、と息が長くて、決勝になってきた、もうあの90年代からずっと知ってる選手なんでいや、ここでまさか決勝来るっていうのはすごくいや嬉しいですし、びっくりですね。 あと、えっ、ー、と、そうですね。去年の西武園記念優勝した五愛車和田圭も決勝に乗ってきましたねえ。こちらは4番手選びますね。つまり佐藤慎太郎の後ろです。その佐藤慎太郎もなんか腰眈々と狙ってそうな気はします。うんと、平原の 平をを立てるる動きをするかなやっぱりでも最後はなんかやってきそうだなっていう気はしますよね。で、えー、他のライン取ってまあ単純に小林逃がして平原、まあ、番手まくりを用意してとは単純にならない気がします。んやっぱりそうなると良くて5番手悪くて6番手ですからね。それで終わるかな果たして 小林もそんな早くは踏まないでしょうし何か犠牲役になるような気はしないんですよね。なんで最後はどちらかどちらかといえば和田健太郎の方が平原と競って競り合いになっていくんじゃないかなと思います。 なのでまあ平原あの佐藤慎太郎がオッズを見ると2.8倍でしたさっき打突を一番人気3・1でも8倍ぐらいだったのでやっぱこの両者が打突を一番人気だったんですがうん正直そんなに全幅の信頼を置いていいのかな小林がせらせずに逃げ 平原をせらせずに逃がして平原が番手まくり気味に踏み込んで佐藤慎太郎とワンツーってそんな簡単じゃないんじゃないかなと思ってますまあどちらにしても最初に最後に和田健太郎がその山が山がも調子いいですけど山が連れて えー、点数量和田健太郎が上回ってるのに逃げるようなことはまあしないんじゃないかなと和田が逃げてたら山が内藤の番手まくりっていうとこも予想されてる方いらっしゃるんですけどそんなに甘くないそんなことはまあないんじゃないかなと思いますので素直に近藤が逃げてあ近藤じゃないえー、っと小林が逃げて で、えー、平原は絡まれて小林が粘るのが本命だと思います。でこの時にやっぱり当然あの佐藤もいりますがむしろ渡辺哲夫の縦の足は注目しておきたいと思いますね。 まあセーブ園なので先行有利です。えー、っと、あと、あんまりコースつくような競争もないんで、外踏んだ方がいい感じはありますよね。そう考えると渡辺哲夫とか和田健太郎とかは外踏めるタイプなんで、チャンスあると思うんです。また佐藤慎太郎も巧みに突っ込んでくるでしょうし、やっぱり当時での 優勝のある和田圭も怖いということで二者単はこの8から渡辺哲夫を、えー、本軸に佐藤慎太郎、えー、優勝している経験のある和田圭山,田山が和田健太郎というふうにしておきました一方三、えー、連服も いいいるんじゃないかなかと思いますちょっとこちらはあのー、水谷はちょっとさすがに決勝には乗ったものの3着というのは厳しいんじゃないかなと思って水谷以外の7社、えー、こちらこちらの、まあ、ボックスみたいな感じですねえー、とおそらく21点になるかと思いますそちらを 上げてみまかける2って書いてますがこれあの ×2 でも2番車を絡めるというのではなく単純に6以外全6以外8から6以外全6以外全の3連続とお考えください。どちらにしてもやっぱ小林が、まあ、新人らしかあ,るあの強気の競争。 で、えー、っと、粘りきってくれるんじゃないかなと。山口を宮本にしても、やっぱ113期ってすごいなって思わされますしね、この小林にしても、4着に粘ってるぐらいですから、なかなか、あのー、 まあ、足はまだ、つける余地はあるものの、やっぱりこの競争に関してはいくら平原がつけても、やっぱりお,ぎずお,おじけづく、もしくは引き出しに徹することなく、自分のかつ競争ができるんじゃないかなと私は今回見まして。 あえて小林を本命にしてみました。はい、以上、予想になります。えー、ぜひぜひ、チャンネル登録をご協力お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。関連動画、動画プレイリスト、最後の20秒で表示されます。お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います。えー、以上。 西武園記念の決勝戦の予想でした。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。